チチャンネル金曜日です総チェックはい、ということで、えー、今週もね、えー、昨日と今日の、えー、総チェックを合わせて、火、水、木の総チェックということで、まあ、今日の動画はね、木曜日だけですけども、まあ、昨日出したね、火曜日、水曜日の総チェックと合わせて見ていただくとね、この3連戦がよくわかると思います。ということでね、えー、今日は、えー、4試合しかないので、えー パリーグはね、ソフトバンクと日本ハムだけ。えー、ロッテ、セ武楽天、オリックスはね、今日ゲームないということでね。それでは1試合しかないね、えー、パリーグ行ってみましょう。ね、えー、日本とハム対ソフトバンク。ね、23日2対4でソフトバンク。で、24日1対2でソフトバンク。そして25日5対1で日本ハムということで、えー、2勝1敗で、に、えー、ソフトバンクの勝ち越しっていうね、えー、ところになりましたけれども、えー、今日この日ね、えー、日本ハム先発カ藤ト。6回95球、5アンダー、 えー、3三振えー、1四球、1失点と。で、ソートバンク先発関係る。5回77球、8アンド4三振1四球、5失点と。というところでね、ちょっと明暗分かれたような感じになりましたけども、ね。攻撃としては、ね、ソートバンクが、えー、初回、一番中村ね、レフト前ヒット。で、今見アウトになるけども、近藤ヒット。で柳田アウトになるけども、2アウト2三塁からね、えー、栗原のね。 えー、ショートへの先制タイムリー内野安打っていうところで1点先制して、この3連勝に向けてね、かなりいい形の、えー、スタートになったけども、2回裏、ね、えー、この日から1軍出場。加藤ね、センター前ヒット。結構インコース詰まりながら、インコースはね、詰まりそうだけど、内から入れてね、いいバッティングをするような感じするね。で、えー、アルカンタラ三振。で藤見がセンター前ヒット打って、ワンアウト一三塁から、 えー、水野はね、えー、先生の、えー、タイムリーツーベースっていうところでね、えー、1点をね、同点。まあ、ここよくね、えー、一塁走者の節目をね、ホーブでね、いい連携でね、えー、中継で刺したなっていうところではね、これ何気に大きいプレイで、まあ、1点は取られたけどもね、あまだまだこう分からないなっていうところでね、えー、3回ね、えー、ツーアウトから野村がレフト前で、真波がレフトへね、勝ち越しのツーランホームラン打つんだけども、ね、これフォークボールなんだけども、1打席目ね、 ツーシーム、詰まらされてんだよね。えー、ツーアウト一二塁っていうね、チャンスを作りながら、ツーシームでね、スタートゴろ詰まらされてるっていうところでね、多分そこのね、あの、頭はあったと思うの。だから若干足開き気味だったし、フォークなんだけども、フォークがね、進化シュート気味にインコースに落ちていってんだよね。インコースの、あのー、ちょっとベルトぐらいのところにね。だから多分ね、ダミはひょっとしたらね、あの、シュートのイメージで、ツーシームのイメージで打った可能性あるね。 あの、打った瞬間、俺も、あんだよね。なんか、シュート狙ってて、金持ち拾から。シュート打ったつもりが、実は見たらフォークだったみたいなね。えー、ところで、でも同じような軌道を経て、で、ンダムはね、1打席目、打ち取られたボールを意識して、で、それを振り抜いて、ね、レフトへ5回に、ツーランホームラン。で、3対1。これ大きかったね。で、えー、5回でもね、ファンソンがフォアボールで、マルチネスがね、レフトへホームランっていうところで、マルチネスもね、1打席目、ツーシームをね、で、打ち取られてんだよね。えー、センターフライっていうところでね。 で、二打席目も最後ね、ストレートで三振取られてて、速いボールをね、ひょっとしたら意識してたかもしんない。で、この打席もね、カットボール1球目ファール打って、で、2球目のね、ツーシームっていうところを引っ張り込んでね、ホームランっていうところで、その前の打席にね、あの、打ち取られたのを意識して、えー、打席に立った、この真ん中、えー、マルティエンスっていうのこうにね、見えて、それをしっかり一目だっていうところはね、大きかったね。まあ、これで5対1だからね、まあ、ほぼほぼ勝負あったかなっていうところとね、まあ、 ガンケルもいいところ投げてんだけども、結構打たれてるっていうことは、その、まあ、画面上だけども、やっぱキレとかね、ボールに対して勢いっていうね、えー、救出っていうところが若干ね、 足りなかったのかなっていうところと、ね、やっぱこの意識されたっていうところでね、そこをしっかり仕留められたっていうところは、ちょっと痛かったかな。で、日本ハム先発加藤もねえ、非常にまあね、文字通りのね、フォアボールは1個出すけども、換気をつけたピッチングっていうところでね、まあキャッチャーの伏見ね、あの、オリックス時代からね、こ宮城とか山崎幸はね、非常に巧みなね、リードで換気をつけたね、配球っていうのがすごい上手いキャッチャーだと俺は思ってんだけども、まあその中でね、加藤も同じようなタイプの中はね、 スローカーブ投げたりとか、ね、スライダー、フォーク、ね、速い変化、遅い変化っていうね、えー、ところで多彩な変化球がね、加藤を持ってるっていう中でね、えー、何かにね、えー、偏ることなく、まんべんなくいろんな球を使いながら、緩急をつけた、ね、変化球でも緩急をつけたっていうところのね、えー、リードっていうところは素晴らしかったし、まあ、それにね、しっかり応えた加藤っていうところも、えー、素晴らしかったかなと。で、まあ、ソードバンクはね、まあ、8アンダーっていうところで、なかなかね、その、打ってる割に、 回に向けてね、打線が繋がっていかないっていうところではね、なかなか苦しかったかなと。まあ4回もね、えー、栗原がね、内野安だっていうところで、柳町フォアボール、ツーアウト一塁から、ミネーがね、一本出ないとかっていうね、えー、ところもあるし、このね、なかなかね、ヒットは打つけども、連打が出ないっていうところでね、まあこれやっぱりね、加藤の素晴らしいピッチングだったかなっていうね、まあここはね、3連敗をね、阻止して、しっかり一勝勝ったっていうところはね、日本ハムとしては大きかったんじゃないでしょうか。 結果ね、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しでした。え、ついで、ヤクルトで阪神、23日3対6で阪神、24日5対6で阪神、25日4対7で阪神というところで、阪神の3連勝っていうね、しかもそんな簡単なね、このカード3連戦じゃなかったなっていうね、まあ、ギリギリの中ね、このしっかり阪神がこのギリギリの中でも3連勝してるっていうところにね、 この阪神の強さっていうところが出るし、ヤクルトがね、ここで勝ちきれないところがね、なかなかチーム的にね、浮上していかないっていうね、えー、厳しい戦いになってるだでね、まあ、この日もね、えー、ヤクルト先発ね、えー、サイス・ニード、ね、7回108球、6安打93、1球にして、サイス・ニード、俺は良かったと思うよ、変化球も、ね、しっかり低めに決まってて、高めのストレートっていうところとね、肯定がついて、まあね、あのサイス・ニードは4回ね、えー、大山にホームラン、で、7回、 えー、見え説にホームラン。まあ、この西ってだけなんだけどね。まあ、見え説ね。あの、高めね。え、やっぱ力あるね。当たったらね。あの、サイスリードの高めのストレートにね、力負けす,することなくね、しっかりそれをね、振り抜いて、レフトへホームラン。これ同点っていうところでね、このホームランは非常に大きかったかなと。まあ、前半見ててもね、 6回もね、中野がセンター前ヒットって、ノイジー三振、中野ね、三振、盗塁でアウトでこ、ね、三振ゲッツー取ったりとか、ね、1点は取られるけども、ね、初回もランナー2人出しながら、ノイジー大山佐藤とね、こクリーンアップを完璧に、えー、抑えるとかねあの、非常にいい試合展開だったから、これヤクルト勝つなと思ったわけ。まあ、その中でヤクルトもね、 2回の裏に、ね、村上センター前塩見もセンター前オスのアウトになるけどもで、中村デッドボールでワンアウト満塁から、ね、長岡、えー、押し出しのデッドボール、ね、でサイスリード・スミドン、内野ゴロの間に、えー、2点を取って、ねまあ、この回に行く中で2点取れたというのも大きいし伊藤も、ね、非常にいいピッチングだったの7回3分の2、113球5安打5三振1四球2デッドボール3失点というね、この2回の,、ね、あの長岡のデッドボール痛かったね。 ここうまくいかれば、ね、0点でしのげたかなっていうところはあるけどもねでもその後ね、えー、3回、4回、えー、5回と、ね、3者連続凡退、えー、に抑えてねで6回ね、ヤクルト、えー、サンタナが、ね、ツーベースで山中で、ねえー、レフトフライ、まあ、ここでね、まあ、初球、バーンって打ち上げて、まあ、でもクリーンアップだからね仕方ないかっていうところでねで村上、フォアボール1アウト1塁から塩見、えー、シ,ーーショートゴロでオスナが、ねえー、ライトフライっていうところでここで追加点取れなかったのがね 大きいかな。でもね、今日の試合はね、ここもそうなんだけども、阪神ね、やっぱこの、打つ、打つ、打つっていうイメージある。今日もこの試合もね、大山ホームラン、名刹ホームランね、えー、その前の試合も佐藤テルね、とか、打つ、打つ、打つイメージあるんだけど、今日の試合はね、まあ、昨年までだったらあんまりね、考えられなかった。まあ、今年もね、エラー多いけどね、でもその中でも減ってる中でね、この守備力が助けた今日の勝利っていうのは大きかったかなと。この六回裏もね、 この、塩見ね、ワンアウト一塁からね、えー、センター抜けるかどうかっていうところをね、木波がだいぶんキャッチして、セカンドね、フォースプレイアウト。ダブルプレイは取れなかったけども、あれ抜けてたら間違いなく追加点取られて100、100%って言っていいぐらい負けてたね。それを防ぐね、ダイスプレイ。で、その後ね、えー、オスナを打ち取るっていうところとね、8回、先頭、並木のね、レフトフライノイジーが。 ダイビングキャッチでアウト。ね。で、その後ね、あの、ツーアウトから山田センター前、村上ライト前でね、でツーアウト一三塁の時に、えー、ピッチャーね、勝アに代わって、なんとボークでね、同点に追いつかれるんだけどね、このね、あの、ノイジーのプレイっていうのは大きかったね。ひょっとしたらもっとビッグイニングのね、逆転っていうのがなってた中で、このプレイっていうのは大きかったかなと。あとカチ、勝アボークね、多分あの、一三塁で、プレートを外さないで、偽動したら、ボークになっちゃうからね。 多分右足外してないんだよね、プレートをね。で、外したつもりが結構外してないからね、大げさに外さないと。多分ね、その右足を外してないっていうところがね、出来トが遺産類としてはボークになるっていうね、えー、ところだと思うんだけども、ね、で、阪神は8回までにね、まず近本がね、えー、清水からホームラン。これ清水からホームランを打つと思うわけで、壁のストレートで、ね、ライトスタンドでホームランっていうところで、まあ、勝ち勝ちでこのままね、阪神かっていうところでね、このボークでね、 同点っていうのはね、ちょっと流れ的にヤクルトかなと思ったけどね、ヤクルトはね、9回表から田口がね、えー、登板して、まあ、先頭悟ってるのにフォアボール出すけども、明生三振で、代打原口ね、また三振ゲッツーっていうね、2回目のね、これでピンチをね、防いで、このままさよならかっていうね、いうところでね、えー、先頭オスナが出て、ね、で中村送りバント見事に決めて、で中岡がね、アウトになって、代打川端田ー頼むっていうところでね、ファースト入ってるから敬遠。経営 代田西田が、ねえー、ショートゴロっていうところでまあ、サヨナラにできずっていうねってなったら10回表ね、ねピッチャー星が出てきてツーアウトからしかもね、ね近本とセンター前で、ここでね中野の時に通れじゃんじゃん行くから、ね、走ってねこれまであの三振ゲッツーになってるのにねで中野が敬遠とでノイジーのときに木澤が出てきてノイジー、ライト前ヒットでツーアウト満塁から大山。 押し出し出で佐藤のねセンターへの、佐藤るももうなんかタイミング合ってんだろうね、もう外国人みたいだよね、ちょこんと当てただけなのに、あの左中間抜けていくからね、でこれで一気に、えー、4点取って、まあ、10回の裏、ねえー、村上にホームランを打たれるけども、7対4でね完璧な勝利、でしかもこの、ね、10回裏も、ねえー、ツーアウト、ランナーなかったけども、塩見のね三塁線のあたり、佐藤るがねダイビングしてファーストアウトっていうところでね、ねあの,ー、この木浪、ノイジー、佐藤る この守備のね、ビッグプレイからの攻撃っていうところでね、まあ、前日とかは結構ね、打つ方が目立ちがちだったけども、さっきも言ったけどね、この試合はね、守備からっていうところと足を使ってっていうところでね、えー、の非常にこのね、打つだけじゃないっていうね、総合力の高さがね、見えた、えー、阪神ね、えー、3連勝、えー、だったかなと、えー、思います。まあそういった中でね、まあね、村上も上がってきたっていう中でね、ヤクルトの3連敗はね、ちょっと痛かったかなっていうね、 ま、結果ね、阪神の3連勝でした。え、ついて巨人対 DNA、23時3対6で DNA、24日1対0で巨人、そして24日5対4で巨人、巨人の2勝1敗で勝ち越しっていうね、えー、ところになりましたけども、ね、えー、巨人先発ね、え、山崎より4回58球6アンダー、え、三振0、2つのデッドボール3失点。ね、DNA 先発頭ずま、5回3分の2、76球、11アンダー5三振、5失点っていうね、ところで、まあ、DNA ね、えー、初回、関根のホームラン、関根。 ね、ギリギリだったけどね、いい形の段取りで、えーせ、いい感じでね先制したけども、巨人はね1回裏、ワンアウトから坂本、ツーベース、で秋広が、ね、レフトで同点タイムリースリーベース、ね、この,あの左ピッチャーからこう入ってくるところをねギリギリまで引きつけて、若干詰まりながらもしっかりコンパクトに振って、レフト前、あれ,、うん、あれうまいよな、このコンパクトに振りながら、ちょっと詰まりながらもねレフト線を打つっていうところでね、こう3番、秋色を、ね、いい形。でこの辺からね 中田が復帰っていうところで、中田がね、あの、ファースト。で、岡本がレフトっていうね、えー、夫人の中で始まってね。で、3番、秋広。ね。ちょっとこれは攻撃力が、ちょっと半端なくなってきた巨人。ね。でも、二、えー、2回の表、外がね、レフトスタンドでホームラン。その後、2アウト3塁になって、ピッチャー、東にね、ライト前タイムリーヒットっていうところで、まあ、中田欲しかったけどね、これちょっと浮気の間行ったかな取ったかと思ったけどね、抜けていって、この2点っていうところで、まあ、山崎もね、 あのいい球だけだってけど若干、立ち上がりね、真ん中に集まりすぎたね、まあ、そこをし留められたっていうところと、まあ、4回ね、ところで d n a ね、ここで点取れなかったのがね、結果的に負けた要因じゃ,んじゃないかなって、キーポイント、4回表ね、5番外、外、えー、ツーベース、で、えー、クアラがセンター前ヒットで、ノーアウト一・三塁、ここで京田がショートフライ、リアモートデッドボールで、ワンアウト満塁から、東が5、4、3、ダブルプレーっていうね。 ここで、この強打でね、1点取ってきたかったよね、ここの0点がね、結局ね、あとあとね、響いたからっていうね、まあ、この時点でね、3対1でまだ勝ってんだけども、この状況がちょっとね、なかなか厳しかった、しかも巨人もね、2回裏、ツーアウトからだけども、 えー、門脇山崎より山崎よりバッティングいいね連続ヒットでねツーアウト一塁で吉川がねセカンドゴロアウトで3回も先頭坂本出るけども秋広岡本大城が続かずねで4回も、えー、中田ヒットブリンソンヒットでノーアウト一二塁から、えー、門脇ウォーカー吉川っていうところが凡退して1点取れずって巨人もねチャンス作るんだけど取れてないわけだからこそこの4回表ね取っときたかったっていうのはあるけどもその中で5回の裏ワンアウトから 秋色はまだ同じような初回と同じようなバッティングでレフトでツーベース岡本ダウドになるけどもねカットボールね大城ライトスタンドホームランあれでも結構色々体勢崩しながらも体重乗ってたねあれすごいね状態いいんだろうな大ろもタイミングずれてたけど足の踏ん張り効いてるからそこ前騒ぎでね レフトスタンドに持っていってるっていうところは大きかった。これ同点ね。6回裏、セント・ブリンスのセンター前。で、片脇送りバンド決めて、代ダ打ダもあるで、ね。レフトフライでアウトになるけども、ツーアウトによりね。先ほど打てなかった吉川が今度は打つっていうところで、センター前、勝ち越しのね、えー、タイムリーヒットっていうところで、この吉川もね、こう高めのストレート、あれをファールにしないでね、しっかりね、あの、こう、かぶせてね、打てたっていうところは非常に大きかったかなと。で、逆転で、えー、5対3。 だから、まあ、5回で帰るわけにいかないからね、まあ、このね吉川に打たれて交代は、まあ、これは俺はね、遅くもなかったし、正しかったと思うので、その後ピッチャー交、ね、代した三島、坂本にタイムリー打たれてもう1点取られるっていうね、あのアウトコースのスライダー、結構粘り強く坂本もついていってね、これうまさっていうのが出たけども、センタータイムリーツーベースでね、5点目っていうところでね、この5対3、ここ痛かったね、ピッチャー交代のタイミング悪くなかったと思うけどね、で巨人はね、 山崎がね、4回と高板して、その後ね、大江、で田中千春、ね、勝ち投手。ナイスピッチ。ね、高梨中川鈴木光平大成とねえ、完璧なリリーフで守りきるっていうところでね、まあこれね、8回ね、2アウト1、3塁からワールドピッチ一1点取られるんだけど、あれは大城止めてあげなきゃいけない。あれは。ね、チッチッて。でまあでもその後ね、 1あの一一打同点のところをね外をセンターフライというところでね鈴木もよく踏ん張ったなっていうね、えー、ところはあるけどもあのワンパンはねやっぱ止めてやらないとピッチャー思い切って低め投げられないからね大城、頑張って止めていこうと、ね、1点取られるけども結果ね、ね、えー、5対4で巨人の勝利っていうところで、まあ、やっぱこうねリリーフが崩壊してた中で今日はねこの試合リリーフがねよく頑張ったなっていうところと、まあ、東がね、まあ、5失点っていう中で まあ買え時難しかったね、あれで5回で交代しろはちょっと結果論すぎて言えないからで、ね、あの坂本の場面で交代は俺は悪くなかったと思うけど、三ねあのスライダーを仕留められたっていうのがちょっと痛かったかなっていうね、中でやっぱり d n a この4回表だね、ここで点取れなかったのが結局、後々ね、響いちゃったかなっていうところと、まあ、大城の一発はね非常によかったなっていうね、で3番、秋広ね、いい感じでちょっと打線の厚みを回してね、ここから逆襲するかっていうところだね。 非常に面白いね、えー、展開の試合でした。結果ね、2勝1敗で巨人の勝ち越しでした。続いて、えー、広島大中日、えー、23日1対3で中日、24日6対2で広島、そして25日2対8で中日っていうところで、中日の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたしまあ今日の試合もね、25日8対2っていうところでね、まあ圧勝っていう試合展開出したけども、まあね、柳が今季初勝利っていうね、ピンチ。ね 5回3分の298975341912点と、あの、交代する時の表情良かったね。嘘だろと。変えんじゃねえよみたいな。また投げれるよみたいな表情に俺は見えたけどね。まあ、どうなんだろうっていうところはあるけどもね。まあ、この試合ね、あのー、初回からいい形で。だから、あのー、結構コントロールも良かったし、広島打線がね、 ボール球結構ね、この左バッターの膝元のスライダーとか、ボール球結構降らされてたから、っていうことはストレートもね、結構きれよく来てんじゃないのかなっていうところとね、非常に素晴らしい制球力でね、いい形踏ん張ったなっていうね。まあこのね、2回裏ね、あのー、ピンチを作りながらしっかりね、踏ん張れたっていうところがね、まあ後々の、あのー、 投球につながっていったんじゃないのかなっていうね中ででまあ広島は、ね、先発、えー、コルニエル5回79球、ん打2三振2四球5失点というところでね、まあ、立ち上がり良かったけどねああのー、まあ、5回ね、ね一発で5点取られちゃったんだけどちょっとストライクゾーンにね集まったかなっていうところはあるけども中日ね、ね、えー、先頭、木下がね、えー、レフトへホームランで村松、フォアボールで柳がね送りバントきっちり決めてこういうの大事中日はね送りバントこの前の動画でも言ったけども。も で、えー、岡林がね、センターでタイムリーツーベースっていうところでね、2点目を取ってね、ここやよ、問題は、カープはね、この、まあ、取られたのは仕方ないんだけども、このショートね、上本、ね、二塁ランナー村松、ホーム、絶対間に合わないわけ。あれは、楽々セーフだったのに、無理に投げちゃって、岡林が三塁まで進むっていうところでは、この岡林の走塁はね、グッそうめちゃくちゃ良かった。あのね、タイミングで、あの、思い切っていきたっていうね、しかも昨日のね、 あのサードゴロの剣もあるしね必死さっていうのは出てたと思うしあの三塁に向かう走塁はめっちゃ良かったけどあれは上本投げちゃだめよねで結局、三塁セーフになって次のね、えー、福永ショートゴロ、ね、上本のフィルダー出っていうところであれもねここ投げてればアウトよ。トントーンで こっち行っちゃったからね。だからやっぱホームもね、何回も言うけど、コリジョンができてから、キャッチャー足でブロッキングできないから、あれ足でブロッコリジョンない時だったアウトになってたと思うけど、コリジョンね、できてからもうここだけ投げアウトからかね。これで結局セーフになったわけ。ビデオ判定微妙だったけどね。でもちょっと分からなかった。完全にその判定を覆す映像っていうのが俺にはわからなかったんだけども、こうパパーンってね、ここに投げてきたアウトだったけど、まあフィルター消失。ね。で、ここでランダーをね、出って、で、細川フォアボール。 石川にね、まだタイムリーツーベースを打たれて、5点取られるっていうところで、まあ、あれをね、ホームにもし投げなかったらね、からといって、その後とね、連打がなくて5点取られなかったかどうかっていうのは分かんないけども、あそこのホームスローはね、ちょっと判断ミスかなっていうね、ところはある。あと、ホームはね、技術的っていうところでね、ここになっちゃった、ここにアウトだったと思うでね。で、6回裏ね、広島は、えー、ノーアウト一、三塁から、西川のね、ショートガラウンの間に1点取るけども、7回表にね、えー、ピッチャー、中崎からね、 ビシエドが今季初ホームランのね、えー、スリーランというところでね、まあ、8対1になって、まあ、7回裏にね秋山の、ね、タイムリーで1点取るんだけども、まあ、時数年に遅しいていうね、まあ、8対2というところでは完勝だったからっていう、ね、でここもねノーアウト1塁からね林、2個エラーで出塁っていうねもう,もうここまできたら自滅です、今林もチャンスなんだから守備も頑張っていかないといいバッティングを見せてるっていう中でね まあ結局、まあ、5回の5失点が一番痛かったけどね若干、判断ミスその、ね、エラーがつかないちょっとここのミスっていうねで、まあ、林のこれ2個のミスからの、ね、ホームランっていうところではちょっと雰囲気も流れも悪いねこの試合は完敗っていうところの負け方が、ね、悪いこういったところは、ね、交流戦行くまでにしっかり締めておきたい今年の交流戦やるためにはね。 まあ、ということでね、えー、中日の2勝1敗で勝ちこちっていうところで、まあ、柳のね、えー、今季、えー、初勝利っていうね、えー、ところとね、あの、まだ投げますっていうね、やっぱこの気持ちがね、強いっていう表情っていうところはね、非常に、えー、見ててね、なんか、まあ、見てて頑張れって思いたくなるようなね、表情でしたね。さあ、最後に、えー、申し送り事項ね、行きましょう。ね、えー、まずは金曜日からね、中日対 DNA、ね、 DNA の皆さん、中日はね、ビシエドがちょっとホームラン打って勢い乗ってくるかもわかんないから、ちょっとね、ビシエド、気をつけていこう。あと、岡林がね、走塁で怒られてね、ちょっと勢い出してきてるからね、こう、岡林とビシエド、ここはね、気をつけていこう。そこね、押さえとけば、あんまりね、繋がらないようになってくるんで。中日の皆さん、DNA はね、やっぱね、関根。関根気をつけて、いろいろなことやってくるけどね。あと、下位打線押さえよう。 海打線を抑えるとね、そんなビッグイニング作られないから、海から上位回されると厄介だから、海打線をね、しっかり押さえていきましょう。えー、阪神対巨人。ね。巨人の皆さん、タイガースね、もう、やばいよ。あの、何気をつけるかね。足も結構どんどん走ってくるしね、えー、もう、どんどん打ってくるしね。でもね、もう、負けじと、インコースガンガン行こう。もう、思い切ってここは、初戦。俺はそれ見てみたい。インコース。 ガン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 いってねどうなるのかっていうところはね、まあ、これはもう攻め方だからね俺だったらインコースもガンガンいっちゃう阪神の皆さん巨人ね秋広引っ張ったらホームラン流してもねっていうところで中田も帰ってきたからねこう3番の秋広がキーポイントになってるからね秋広ね、えー、しっかり抑えれるようにあと大城ねこの秋広大城のこのコンビね大城も一発出てきたからねここねちょっと注意してねどちらもインコース 行きましょうもうこれインコース対決、巨人と阪神はね、でヤクルトと広島、ヤクルト皆さん、カープね、カープはね、秋山からの西川だから、ここ連結さえでさせなかったら大丈夫、どっちか完璧の抑えよう、どっちも打たれだしたら失点しちゃうからね、どっちかは完璧に抑えよう、そしたらロースコアでいける、頑張って、うん、広島の皆さん、ヤクルトね、ちょっとあの村上がホームランも打ってきて、ちょっと打ち出してきてるからね。 あの、ひょっとしたらここでガッていく可能性あるから、ちょっとね、村上、気をつけていこう。えつ、ー、いで、パリーえー、楽天対日本ハム。楽天の皆さん、日本ハム、真んとマルチェンス、勢いに乗ってきてるからね。でも、どっちかっていうと、ね、センターから引っ張り方向が、面がホームランだからね、インコース見せて、外っていうね、多分配球が基本になってくると思いますから、頑張っていこう。日本ハムの皆さん、楽天ね、 牛をまたバタバタしてるから、ね。最後まで諦めないで、逆転、逆転っていうのはね、絶対あるから、ね。あとミス少なくして、無駄な失点しないで、最後まで諦めずに戦うといけます。ね。リーパープの皆さん。西部ブオリックス。オリックスの皆さん。セーブはね、やっぱね、戸野崎だなのよ。戸崎。でね、巻野。で、この間にいる中村。まあ、なんか何番来るかわかんないけど、中村ね、今、得点圏打率めっちゃ落ちてるから、ね。 ピンチになっても臆することなく中村には攻めていこう。あとで、牧野のン広角に打ってくるからね、気をつけて。との先牧野この流れ、気をつけていこう。ね。その間の中村打たれた終わっちゃうよ。西武の皆さん。オリックスね。オリックスはね、結局ね、森トングだから。森トングこの二人、ね、連動していくと、一気に出せるの周りですからね。森トング気をつけて。えつ、ー、いで、ソートバンク対にとって。ソートバンクの皆さん。 ロッテは、ね、フォアボール、エラー、ミスするとそれどんとどんついてくるからねミスなく戦いましょう。ロッテの皆さん、ソフトバンクね、ギーターが状態いいからで、ね、柳田の前にランナー出さないようにそこだけ気をつけて、ギーター、ランナーなしで戦っていこう、そしたらホームラン打たれても1点ですからね。 さあ、ということでね、またこの週末、この週末終わったらね、いよいよ交流戦だからね、どういった形で交流戦ね、入っていくのかっていうところは注目のところだしね。まあこれね、ちょっと3週間、18試合あっけど、ね、まあその間のね、えー、最後のね、同じリーグ直接対決だから、いい形でね、いければいいですね。ということで、ソチェック、これでおしまい